出てこい、クミ。飛んだか。早いな。普通の忍びではないか。だが危険な奴であることに変わりはない。来信彼らはもう間もなく終わると。まさかあなたがウチハマダラだというのか。今だ。里が気になるか、それとも子供が気になるか。死ぬ。依頼人二の段です。さすが四代目火影、この俺に手傷をくれ、九尾を引き離すとはな。だが九尾はいずれ俺のものになる。あれは
式封刃なら俺と一緒にキュービを半分だけ永久に封印できる。だからキュービのもう半分は。待って、乗れ。私このままキュービを引きずり込んで死ぬわ。そうすればこの先キュービの復活時期を伸ばすことができる。クシナ、君がキュービと一緒に心中する必要はないよ。君の残り少ないチャクラはそのナルトとの再会のために使うんだ。だからキュービのもう半分はナルトに封印する。八卦封印でね。なんたって俺たちの息子なんだから。あなたにはナルトのそばにいて成長を見守っていてほしかったのに、なんで。私たちの息子だからこそそんな重荷をナルトには背負わせたくない。美中バランスのため、国のため、里のため、ナルトが犠牲になることないじゃない。国を捨てること、里を捨てること、それは子供を捨てるのと同じだよ。国が崩壊した君ならそのことがよくわかるだろう。忍びだ。式封刃。よし、あとは八卦封印だ。キュービをナルトへ封印する。そんな顔しないで。私は嬉しいの。あなたに愛されてる。それに今日はこの子の誕生日なんだから。食べて大きくなりなさい。それとお母さんは苦手だったけど勉強や忍術をしっかりやりなさい。あまりうまくいかなくても落ち込まないでいいからね。それからお友達を作りなさい。いっぱいじゃなくていいから。本当に信頼できるお友達は数人でいいの。
と忍びの参勤について、特にお金の貸し借りには気をつけること。任務金はちゃんと貯金すること、それとお酒は二十歳になってから、それと参勤で問題なのが女。母さんは女だからよくはわからないけど、変な女に引っかからないようにね。母さんのような女を見つけなさい。それと参勤といえばもう一つ、ジライア先生には気をつけなさいってばね。ナルト、これから辛いこと苦しいことたくさんある。自分をちゃんと持って、そして夢を持って、そして夢を叶えようとする自信を持って。いろんなことを一緒に教えてあげたい。もっと一緒にいたい。愛してるよ。クシナ、八卦封印をやるよ。当分は会えない。今ナルトに言いたいことを言っておこう。みなと、ごめん。私ばっかり。いいんだ。父さんの言葉は口うるさい母さんと同じかな。遅かったか。いや、ぴったりだぜ、父ちゃん。